あの、一般論を喋りますよ。今年の秋まで、10月ぐらいまでに、あの、衆院議員選挙が行われる予定なんですよね。もうちょっと早くにその菅首相が解散するわーっていうと、まあ、ちょっと早くなるかもしれないですけど、某 なんかあの、政治団体の人たちが、なんか NHK をぶっ倒すって言って、裁判やって負けて、知名度を上げたくて、芸能人を訴えたら負けて、っていうので、また選挙出るらしいんですけど、6ヶ月以内になんとか知名度を上げなきゃいけない人っていうのが、売名するためにこう、一生懸命頑張ってるみたいなんですけど、あの、残念ながら売名に乗る気はないので、絡みません。なので、もしあの、選挙が終わって暇だったら反応するかもしれないですけど、はい。えー、ゆたぽのパパが衆院選挙に出馬するらしいですが、ひろくさんはどう思いますかまあ日本人はあの年齢最 れ,れば誰でも出馬できるので。 出馬すること自体は全然問題ないと思います。ただか受かったとしたらすげえなと思いますけどね。の、多分お金自体はその政党が出すと思うんですけど、あの政党のやり方っていうのは、放末候補をいっぱい出しますと。で、も法放末候補でも、一人当たり1000票とか入るんですよ。で、比例代表制にしてるので、その党の名前を書くことになるので、1000票を入れる人を100人持ってくると、10万票になるんですよ。あれ ?1000×100 って10万だよね <laughs> っていうのがあるので、いくら放末候補だったとしても、票がもらえるんだったら、それを入れとけ 例ば、結果として合算した結果の表で比例代表のトップになっている。投手が受かるっていう状態になるので。なので、本人が政治家になれるとは全く思ってなかったとしても、1票でももらえるやつだったら、とりあえず済ませちゃいっていうので、泡沫をいっぱい集めて自分が受かるっていう作戦なので、そういう意味ではあの選択肢は悪くないんじゃないかなと思います。 え、副業で5万円アプリで稼ぐのを目指すオンラインサロンを主催企画中です。サロンの参加のメリットは、アプリ開発の動画講座や月5万円稼げそうなアプリ企画講座を受けられる、もしくは黙々会やオフ会などで同志と繋がるのです。主催者の私はアプリでの10万円前後の不労所得があり、実績もあります。えー、ターゲットセグメントの相談です。えっ、ー、と、1、プログラミングやったことは、またこの準でした。2、プログラミングの経験が少しあって雑誌したことがある人。どちらの方が数字が良いでしょうか ええ、またはもっとセグメント流動を細くした方が多いでしょうか。えっと、プログラミングをやったことが全くない人の方が人数が多いので、マーケットとしてはプログラムをやったことがない人に焦点を当てた方が得なんじゃないかなと思います。えっと、あのー、僕、その、いろんな質問に答えるようにしてるんですけど、一応なんかお金をもらってる以上、その人が得をするのはこうじゃないかなというのを言うようにしてるので、僕個人の感情とか、僕個人としてはこういう方がいいよね、 っていいううのをあまり混ぜないよよにしてるんですよ僕、オンラインサロンあんまり好きじゃないので、オンラインサロンは僕だったらやらないし、僕個人の感想で言うと、いや、オンラインサロンとかやめた方がいいですよ。基本詐欺をやるしかないんで、みたいになっちゃうんですよ。ただ、それを言うとどうかなと思うので、一応、そなんか 6,、6000、5000かなんかもらってる以上、一応その人のメリットになるようなことを言わなきゃいけないな。 のりちゃんが僕について、あの、石川のりゆきさんっていう、あの、昔おにぎりのぬいぐるみもかぶってた、生寿司の人が僕について喋ってるのを見たんですけど、あの、僕基本その、そんなに思い入れがないので、例えば、賛成反対どっちで喋ってほしいって言われたら全然喋れるんですよ。大体世の中のこと、大体どうでもいいと思ってるんで、目玉焼きにソースがいいのか、醤油がいいのかだったら、僕ソース派でも醤油派でもどっちでもいけるんですよ。こういう状況で何とかしたいですっていうので、社会のためにこれはやめた方がいいですよっていうのは言えるんですけど、でも別にあの、お金払って聞いてる以上、 社会がどううとかっていうのは興味ないいわけじゃないですか、きっとその人はなので、割と僕そのカウンセリングに嘘つけばいいですよとか、バレなければこういう形で違法行為やればいいんじゃないですかみたいなこと言うんですけど、それはその人に対してのこういう形っていうのが僕が考えた知識だったり経験だったりでこういう手もありますよって言ってるだけで、僕個人がそれを推奨してるという僕個人の話ではないんですよ。あくまでこういう問題があった時に僕だったらこういうパズルの解き方をしますよって。 っていう言い方をしてるっていうのがあんまり考えてなかったですけどその石川のりちゃんが喋ってるのを聞いてあ確かに僕そうだなと思ったんで言語化してみてみましたはいすいません ね、どんだけキョロキョロしてんのなんでキョロキョロしてるかっていうと、多分、言葉を探してるんですよね。要は、僕が思ってることじゃないから。こういうパズルを解きたいって言われてる人に対して、こういう要素だったらこうだよねっていうのを、僕の中にないことで説明してるんですよ。スイカに塩をかけるやつは、頭がおかしいし、味覚障害であるっていうのを喋れって言われたら、僕は多分キョロキョロしないで喋れるんですよ。そもそもその甘いスイカに塩をかけたらより甘くなるとか、いやいや、塩かけてんだからしょっぱいじゃんお前バカじゃねえのとかっていうのが、別にキョロキョロしなくて言えるんですよ。それは自分の中にある言葉だから。 でも、こういう状況です。なので、これに合わせて答えてくださいっていうと、自分に中にないものを一生懸命材料として合わせなきゃいけないので、探してるんですよね。情報情報探すときに、僕手を動かしたり、キョロキョロしたりっていうのが、体が動いちゃうタイプなんですよ。っていうので、こういう結果になってます。すいません。